おはようございます。我が日本平クラブからは2名の選手が、3名ですね、私入れるとね、参加してます。名前は伏せますけども、王さんと、愛さんです。はい、どうぞよろしくお願いします。頑張りましょう。はい。一応クラブからここでの優勝者を出す予定で頑張ってきたんで、僕は多分こけると思うんで、お二人に頑張ってもらって、はい。まあ、重的にはやっぱ DT11 でね、王さんがいけるかなっていうところは。まあ、ほどほどで頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。もう団体ではなくて、もう個別で日本平クラブで優勝を出すと。はい。厳しいかな、厳しいかな。よろしくお願いします。はい、けいちゃん動画出てもらっていい？はい、3年前の、静岡県代表で全国大会に一緒に行ったけいちゃんです。今日はもう優勝狙って頑張ってもらいたいと思います。あ、違う、日本平クラブが優勝だけど、ごめん、間違えた。女子優勝で、はい、頑張ってください。お願いします。全国放送で流れる。あ、もう 全部出ちゃいます、全部。映っちゃってますけど、いいですかね。一応撮っておきましょうか、ね、一応撮っておきましょうか。はい。はい、フィールド射撃界では超有名な山下兄弟です。二人ともトップクラスの実力を持っていますけども、何を言ってるんですか。100万社男ですね。はい、めちゃここを取る前に、ナイちゃんの日本平クラブで優勝狙おうっていう話を今してきたもんで、そう、負けないぞって言いに来たんですけど、なんかほら言って今日はナイキさん妥当でいい。僕は実名やめよう、実名。まあいいけど。じゃあ、今日よろしくお願いします。はい、頑張りましょう。はい、もう本当お祭りですからね。はい、岩本山射撃場です。この参加者数、適当に飛びっぱなしで、しょうがないなぁ。はい、こそれんをします。ダブルで同時出しで真ん中と左右どっちかお願いします。私、本部全然行けてないんで、猟友会の県大会に出ますんで、そのダブルの練習をしたいと思います。本当は本部出たいんですけど、つけ、自信がなくて出てません。そつけ。本当です。すいません、お願いします。お願いします。猟友会仕様の5メートルダブルトラップを打ちます。どっちが真ん中だか全然わからない。まあ僕普通に真ん中から打ちませんって言おうとしちゃいましたよ。もう一瞬両方に行っちゃったもんで。いやー、めっちゃ難しいんだけど。何これ、ここ真ん中だよね。まあ、わかんないです。人によっちゃちょっと真ん中違う場合もありますけど。そう。こんなんでやばい。当たらない。二の目が当たらない。やばい、もう本当に人間は当たんない。どうしよう。面白そうだから。全然当たんないから、若干ずらして出してください。ダメです。ダメですよ。ダメですよ。そういう妥協はダメですよ。いいじゃん。まだ当たるんだよな。
ここがセンターで、あれです、厳しくやってください。もう一回戻してください。厳しくやってください。厳しく。絶対センターに出てないよ。まあね、クレーが当たって割れました。やだ多分ですけど、最初深く構えすぎなんですよ、深く構えすぎちゃってるからクレー追う時間が長すぎちゃうんで、今のは本当にわざと深く構えたんだよ。そのラインが見たくてさ。ちょっと待って。お前がもう全然当たらんわ。ナイキさん面白そうだから僕もやっていいですか。やってほしいんだけど。ちょっと僕も面白そうだからちょっと鉄砲持ってきていいですか。いいですよ、いいですよ。ちょっとカメラ持っててください。え？ちょっとカメラ持っててください。ああ、わかりました。はい。ちょっと僕も鉄砲持ってきます。撃ちたいって。これさ、センターまっすぐ出てんだか。毎回違っちゃう気がするんだけど。だいたいこのここら辺がセンターだから、この端っこみたいにってちょっとこっち側はここら辺がこうなってる。え、もしかしてこっちから出てるのがセンター？いや、真ん中から出てるのがセンター。あの右って左の放出口から出るんですよ。で左って右の放出口から出るんですよ。あ、そうだよね。だから出た瞬間にクロスしてるんですよ、これ。だからそれで迷ってるんだと思います。じゃあいつも下のさ、車台だとさ、クロスするところで打てるんだよ。もう全然クロスの位置が違うもんでさ。いや、だって5メーターじゃないっすもん。まあね。5メーター多分ここっすよ。そうだね。地獄を味わえ。あの、普通に同時出しで大丈夫ですからね。わかりました。ああ難しいでしょ。マジで難しいから。ああ二の矢当たんないでしょ。 OK、 そういうことね。了解した。二の矢がどこ打っていいか分かんないね。これ9号で打つ種目ですか、これ。ん？9号で打つ種目ですか、これ。俺ね、ダブルの5メートルは9号だと思う。ああ。当たった。俺1枚もダブル当たってなかったね。ああ。お、やばい、慣れちゃった。もう一回当たったら本物の認定をします。、はい、プレッシャーかけに来ますね。ああイエーイ。さっきの2回連続は多分まぐれだね。本当にそんなことないですよ。いや、本当難しいとこれ。ああこう下がれば打てんのかな。5メーターのところを立ってみる。ここなら車台だから全然。ああ見えない。やっぱ二の矢きついね。ごめんなさいね、大学さんが打ちたいのに。いいだよ、俺は。ネタで。
ああ、そういうことか。オッケーオッケー。多分真ん中立っちゃダメです、ここ。そうだね。ああ、わかった。俺見ててわかったわかった。うん。ああいやでも今のそこが真ん中なんだよね。そこが真ん中で、そこを先打って左右を打てば、処理すれば。ああそういうことだ、そういうことだ。飛んじゃった。うん、8番のマークください。すいません、最後ちょっと残り玉取ってください。あ、はいはい、すいません、僕ばっか打っちゃってすいません。いいんです、悔しくて。ダブルで同時でお願いします。わかりました。無駄な25発打ちまった。はあ、よく当てましたね、今割れたクレーンに。もう一回。ああ、いいじゃないですか、当たったじゃないですか。終了です、ありがとうございました。最後の最後に1回だけダブルが取れました。ひどい射撃をしました、すいません。皆さんありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。ひどい射撃でした。住民税さんです。はい、はい、ラップやってる方々すごいですね。公式打ってる、こういうマーカーついてる人ね、下手くそですからね。はい、ラップ下手くそですから。はい、ありがとうございます。ありがとう。ごめんね。